記事の約1分の紹介動画です。安く1万円で天井一面のキャットウォークを作りました。通路に格子活用で部屋が暗くならないようにしました。天井一面の全14メートルの全容です。今は猫がお休み中ですが、普段から喜んで使ってくれています。作ってよかったです。なおポイントは通路板の幅と厚みです。広すぎると人間に圧迫感で、狭すぎると猫に危険です。幅18センチメートルと厚み24ミリメートルにしました。下からの撮影も行いました。大丈夫だよブログネット検索で本記事にたどり着けます。ご視聴に感謝です。同じ紹介動画の繰り返しです。 iPhone でプライバシーに関する警告が急に出るとびっくりします。解決策です。何もしていないのに突然です。 iPhone のマニュアルでは、要するにセキュリティ基準を満たしていないと記載です。推奨はトキップを避けて ES です。本設定がどうなっているのか、 Wi-Fi ルーターを確認します。うちの Wi-Fi ルーターは ES で問題なしでした。問題ありならそこを改善するのですが、うちではファームウェイのアップデートを疑い、その更新を行いました。いい感じです。再接続し解決しました。大丈夫だよブログネット検索で本記事にたどり着けます。ご視聴に感謝です。